DV は最近街で起こっている神隠し事件をご存知ですか？実は私のクラスのお友達も行方不明なんです。例の神隠しじゃないかと噂されていて。それは心配だね。わかった、僕の方でも調べてみるよ。協力してくれてありがとう、シャオ。気にしないで。王がキャスメイトが被害に遭ってるんでしょ。僕に放っておけないで。エデンの兵士、まさか神隠しはエデンの仕業なのか。わからないけど、とにかく先に進もう。ただの悪趣味なインテリアじゃないってことか。Pick!
連れ去られた人たち、どこにも見当たらないな。あくまでこの洋館が怪しいって確証はないんだ。でも、もしここに連れ去られたのだとしたら、きっと…セブンスによって作り出されたものだった。え、GV ゾンビを見たことあるの？その話、後で詳しくね。Ah!
これまた趣味の悪いトラップだね。トラップ起動前なら雷撃輪バリアで破壊できるはずだ。
女の子。もしかしてこの館に連れ去られてきたのか。小さな女の子だ。てめえ、言っちゃいけねえことを言ったみてえだな。行くぜ。G7 だったのか。ここはパクってきたゴミどもからライフエナジーを抜き取って、この俺ジブリール様のセブンスに変える実験場、これもパンテーラが持ち帰ったスメラギの技術ってやつの一つだ。そんなことよりも、さっき俺の身長バカにしやがったよな。許さねえ、てめえは極刑だ。無言らしくかっさばいてやる。まさか洋館内にいた彼ら。エナジーを抜き取った抜け殻は金属を操る俺のセブン、メタリカでしもべにしてやったのさ。脈に流れる鉄分を操ってな、これらをコケにしてくるゴミどもに足づくぞ。おとばし、アームドブルー、アストラスビア。ひどな。ゴミをリサイクルしてやったんだ。奴らは抜け殻は涙なんて流したしねえがな。くらいな。悲鳴を上げろ。踊り踊り。何をかなくて、あくまちやがれ。姿が変わった。悲しいならじろじろ見やがる。タカちゃん、こんな野郎に痛めつけられるの。カルバリスパッチ。痛めつける邪魔なんだ。それを思い知らせてやる。いくらの果てまで刻み作ってやる。ジブリール、彼女の口ぶりからしてきっと
どう、シアン？ええ、これちょっと力が戻ったかも。やはりこのミラーピースでしたっけ。シアンさんの別れた魂を戻すことで元の状態に近づいているようですね。わかるの？ええ、なんとなくですけど、雰囲気みたいなもので。お？うん、なんでもないよ。どうせ桜花はバラバラのピースを集めて復活するなんて、お手軽なパズルみたいですね、なんて思ってるんでしょう。シアンさん、ごめんなさい。え、本当に思ってたの？いいもん、パズルだろうとロボットだろうと、私は GV がいればそれで。シアン。いいえ、そんな風に思ったことはありません。ですが、私 GV といつも一緒で、GV の力になれるあなたのことを羨ましいなんて、そうずっと思っていたんです。私にはわからない苦しみがあるんだって今になって思って。でもそんな風に思うことすらおこがましいですよね。オーカ逆だよ。今の私じゃ GV を守ることはできても、 GV の傷、心の傷を癒すことはできない。戦いで傷ついた GV を立ち直らせたのはオーカだ、守るだなんて言って、私はきっと彼の、エデンの連中が地下水道で何かの工作を行っているみたい。多分狙いは水道施設、ライフラインの断絶を狙っているんだと思う。分かった、被害が大きくなる前に止めてみる。それともう一つ、指揮官は G7 の一人みたいだ。連中の工作を阻止しつつ、シアンのためにもミラーピースも取り戻そう。了解。光線を無力化しつつ前進する。確か水に浸かった状態で雷撃輪を使うとオーバーヒートしちゃうんだよね。雨や足が浸かる程度の水なら問題ないんだけど。雷撃輪を使うときは一旦水から出ないと。わわ、敵が多いな。もしエデンの工作によって地下水道が機能しなくなれば、町に汚水があふれることで、それは伝染病の蔓延にもつながる。エデンのやつら本当に見境のない。シャオ、ごめん、少し故郷を思い出して。わわフッ。
で。オオカにはお風呂の準備しておいてと伝えておくね。助かるよ。この程度の水流じゃ俺は落ちねえ。もう少しパワーを上げてやるとするか。
少なかった。ホバリングで慎重に降りて。じゃねえ。何があっても心は凪のように穏やかに、いつもそう言ってんだろ。何、俺に任せときな。ゲートモノに発見、先に進もう。ミラーピース欲しさにホイホイここまで来なすったか。だがな、こいつは俺の夢の実現に必要な力だ。 G7 の能力者か。ミラーピースはシアンの力だ。力ずくでも奪い返す。サイバーディーバのためね。小せえ、あんたの戦う理由は見てな。俺はニムロド。戦う理由はただ一つ、美しい海を守ることだ。邪魔する奴は俺のリキッドのセブンスで洗い流してやるぜ。海の怒りを知るな。エデンの能力者の国を作るんじゃなかったのか。そいつはパンペーラのジョーちゃんだ。俺の夢じゃ。だがな、共通してる部分、他の汚れを減らす。これ、セブンスを持たない人々のことを、そんな風に。海は広大だが、現在それを分かっていないバカ。他には多すぎる。だからまず無能力者を排除して他の人間を減らすのさ。お前さんも見ただ。この地下に流れる大量の汚水を
この汚れを垂れ流す人間が減ればそれだけ海の美しさは保たれる。ジョーちゃんの言う能力者だけの世界ってのが出来上がる。俺の海洋環境保全計画も進めやすくなるっていうわけです。自然が大切なのは理解する。だが人々を排殺と他に道はあるか。小せいぜガンボルト、あんたそれでもテロリストだった男か。手段にこだわる小さな男じゃ大海原は守れねえさ。おくずと消えな、アクアアバター。能力者の能力者のくれ、そんな小さな心で守れる海なんかありはしない。ほとばしアームドブルー、大海に溺れし愛情な心に光を示せ。この音色を海に捧ぐ。ありゃしねえ。海の怒りを知りな。ほらの聞こえる。了解、ミッション完了。こ、起こしてごめん。もう大丈夫だから。人の心臓の音を聞くと安心できると本 GV。 私がそばにいます。だから安心して眠ってください。私にはそんなことしてあげられない。